皆さんこんにちは。1973年に59期生として宝塚歌劇団に入団し、月組の男役トップスターとして活躍した大地真央さん。そんな大地真央さんの性格や宝塚時代の評判はどうだったのでしょうか。また当時大地真央さんは伝説となった相手の娘役トップスター黒木瞳さんにとって恩人ともいえる関係だったようです。今回は大地真央さんのこれまでの経歴や人間関係などを調べてみたいと思います。まずは大地真央さんのプロフィールを見ていきましょう。大地真央さんは本名を森田真由美と言い、1956年2月5日生まれ、兵庫県の出身です。大地真央さんは中学時代、当時一度舞台に立ったことがあり、その経験が面白かったことから芸能界に興味を持ち始めたと言います。早速大地真央さんは両親に芸能界に進みたいと相談をするも、軍隊の経験があり規律のいかかった父親はこれに対し猛反対しました。しかし共に軍隊をしていた父親の知人から、宝塚歌劇団なら規律も厳しく自身のためになるのではないかと父親を説得してもらい、宝塚への受験を許可されたようです。軍隊の父親に向かって芸能界へ進む道を進言していることからも、大地真央さんには中学生当時から自分のやりたいことに突き進む行動力がすでに備わっていたのではないでしょうか。大地真央さんは1973年の59期生として一発合格をすると、1982年には宝塚歌劇団の月組男役のトップスターに就任します。当時の大地真央さんは伝統や型にはまった男役というよりは、常にオリジナルを重視した斬新な男役を演じており、髪型もその時々の流行を役に取り入れ舞台に立っていました。この時点で大地真央さんには今までの男役トップを演じてきた方たちとは違う大地真央さん独自のカリスマ性を持っていたのでしょう。しかし1985年に突如として宝塚歌劇団を退団し、女優への転向を発表します。その際特に話題となったのが、同じ月組で娘役トップの黒木瞳さんとの同時退団でしたが、この対談時でも大地真央さんは自分らしさを衣装で表していました。宝塚歌劇団の対談挨拶では紋付き袴を着て出ることが通例となっていましたが、大地真央さんはそこで純白のタキシードを着用したのです。これは宝塚始まって以来初の出来事だったようです。規律の厳しい宝塚に在籍していながらも、自分のやりたいことをすぐに実行へ移す大地真央さんの行動力は、宝塚に入団したての頃と変わらずあったのではないでしょうか。そんな大地真央さんの宝塚時代の評判はというと、同じ月組で娘役のトップだった黒木瞳さんとのコンビがファンの間では相当な人気を博していたようです。大地真央さんはとにかく斬新な表現をすることが多く、まだ男役のトップスターになる以前から1977には初演となる風と共に去りぬでワンシーンのみの機関士役として出演しました。その際には毎公演でご自身がつけるカツラを変更して役に変化をつけていました。ある公演の際にはハゲカツラを帽子の中に着用し本番に出演。実際に帽子を取るシーンでは見ていたお客さんが爆笑し、公演に支障をきたす事態にまで発展。終了後にはスタッフが大地真央さんに厳重注意をしたそうです。しかし大地真央さんが男役として舞台にいて帽子を取った姿がハゲカツラの姿だったら爆笑してしまうのも無理ないでしょう。1984年公演のガイズ&ドールズでは、大地真央さん自身がブロードウェイで人気の舞台をリサーチ、企画を持ち込んで宝塚で公演したものでした。そのガイズ&ドールズでは大地真央さんの男役としての存在が際立っており、評判は好評を呼び大成功となりました。近年においてもガールズ&ドールズは宝塚で再演されるほどの人気作品となっているようです。また女優で同じく男役トップスターとなった宝塚の後輩である真矢美希さんは大地真央さんの大ファンであり、大地真央さんが男役トップスターとして宝塚に在籍されている頃、自宅前に押しかけファンレターを渡していたそうです。大地真央さんが真矢美希さんにとって憧れであり目標だったことがわかります。その真矢美希さんも男役のトップスターになってしまったのも何かの縁と言えるでしょう。宝塚に在籍していた頃の大地真央さんと同じく相手役を演じ人気を博していた黒木瞳さん、その人気は
大地真央さんに迫るとも劣らない様子だったようで、お二人が在籍していた月組は当時の伝説として残っています。黒木ひとみさんにとって大地真央さんは8年先輩にあたり、雲の上の存在。そんな黒木ひとみさんの第一印象を大地真央さんは、普通っぽくて面白いと思ったと語っています。2年目で史上最速で月組の娘役トップとなった黒木ひとみさんに、自分の教えてやれることは全て教えてあげようとしたと当時の思いも語っております。実際黒木ひとみさんは2年目での娘役トップという大抜擢ゆえに周囲に目立つ存在、先輩に泣かされるなどしたことがあったようです。その度に大地真央さんはドライブに誘い癒してあげたり、稽古場ではわざと大地真央さんが黒木さんを大きな声で叱り、他の人に口を出させないようにしたりするなど、黒木ひとみさんを守り育ててくれたようです。これは大地真央さんの黒木ひとみさんへの期待と優しさが感じられる素晴らしいエピソードではないでしょうか。そんな大地真央さんの陰ながらの支援によって、黒木ひとみさんはプレッシャーに潰れることなく宝塚で娘役トップを演じ続けることができていました。2023年現在でもお二人は良好な関係を保っており、伝説のコンビであったお二人のそれぞれの活躍に今後も期待されているファンは多いことでしょう。大女優大地真央さんが世界的に有名なデザイナーの森田康道さんと結婚したのは2007年のことでした。大地真央さんは再婚でしたが、森田康道さんとの年齢差が12歳。年の差婚として当時はかなり話題となりました。そんなお二人に別居報道があるといいます。ご結婚当初の年齢が、大地真央さん51歳、森田康道さんは39歳でした。それにしても大地真央さんは、写真で見てもご結婚当初と今現在はほとんど変わらないようです。むしろ今現在の方がお若くも見えます。やはり12歳年下である旦那さんの影響も少なからずあるのではないでしょうか。旦那さんとの年齢差が12歳ある大地真央さんですが、旦那さんの方が大地真央さんにお熱のような印象を受けます。というのも2022年2月5日の大地真央さんのお誕生日には旦那さんのサプライズがありました。夫からは温かい格好をしてねとだけ言われ、行き先も知らされず空港へ。行き先はなんと千歳空港。ホテルからお迎えの車でニセコへと北海道へ旅行したことを明かしました。大地真央さんもインスタグラムにもその時の画像をアップされていました。とても素敵なサプライズですし、旦那さんの方が大地真央さんのことを好きすぎる印象です。しかしそんなお二人にも別居報道がありました。2017年7月に女性週刊誌が報じています。突撃取材を受けた際、旦那さんは、僕が今仕事で都内のアトリエと自宅を行ったり来たりなんです。海外も多いですし、彼女は舞台が多いので、この10年の間でお互いストレスがたまらないようにそれぞれのスケジュールを考えてこのような生活をしているんです。彼女とはちゃんと仲が良いので変な風に言われてしまうと困ります。先週も家で一緒に過ごしましたよと述べています。ご夫婦のこうした生活は2から3年前だとしています。2、3年くらい前からでしょうか。私が仕事で海外に行くことが増え、半月ほど戻らないといったことが増えてしまったんです。ならば別の場所を設けてもいいかなと思ったんです。お互いのスケジュールもあるのでこういう形もあっていいと思いますよ。あくまで妻大地真央さんの生活リズムを尊重したいという夫森田康道さんの姿がそこにはありました。別居というとマイナスな印象を受けますが、それも妻を思いやってのことで、いろいろな夫婦の形があっても良いのではとも思いました。さて大地真央さんは今の旦那さんと結婚する前に俳優の松平健さんと結婚していました。松平健さんと大地真央さんの馴れ初めは舞台風と共に去りぬでの共演がきっかけでした。1987年に上演された舞台風と共に去りぬで共演して知り合った松平健さんと大地真央さんは、その直後から交際が噂されるようになりました。そして共演から3年後の1990年突然婚約発表会見を開き、結婚することを報告したのです。結婚会見で大地真央さんは松平健さんについて、誠実で包容力のある方と言い、松平健さんも話していてほっとできる、
肉じゃがが美味しいと語るなど、愛にあふれた結婚であることをアピールしました。結婚発表時から仲睦まじく、豪華な結婚披露宴と新婚旅行を経て幸せな結婚生活を送っていたと思われた松平健さんと大地真央さん夫妻ですが、ほどなくして不仲がささやかれるようになりました。結婚から13年が経った2004年、離婚したことが発表されます。離婚原因はすれ違い生活によるものだと言われています。松平健さんが優柔不断でめめしさのある性格であることに対し、大地真央さんは男勝りで強気な性格です。さらに仕事の関係で多忙な日々を送る2人は、共に生活をするのは週末にあるかないかというすれ違い生活が続きました。結局2人は2003年末に離婚届を提出し、年が明けた2004年に離婚発表を行ったのです。松平健さんは大地真央さんとの結婚生活のために港区に5億円の豪邸を建てましたが、この豪邸は慰謝料代わりとして大地真央さんに譲渡されています。松平健さんは離婚原因について、プライベートなことなのでと多くは語らず、大地真央さんもお互い仕事を頑張りましょうと話しましたと離婚原因には言及せずに、13年間の結婚生活に終止符が打たれました。松平健さんと大地真央さんの子供についてですが、結論から言うと2人に子供は誕生していません。結婚当時からドラマや舞台など多くの作品に出演し、多忙を極めていた2人は、離婚原因がすれ違いかつと言われるほどに夫婦生活を送る暇もなく、子供に恵まれないまま離婚に至りました。大地真央さんはその後2007年にインテリアデザイナーの森田康道と再婚しましたが、再婚相手との間にも子供はいないようです。再婚した時点で大地真央さんの年齢が51歳だったこともあり、今から子供を作ることは難しいと考えたのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は大地真央さんのこれまでの経歴と結婚生活について深掘りしてきました。大地真央さんの現在の夫は世界的有名デザイナーの森田康道さんです。大地真央さんより12歳年下です。ご結婚当初は年齢差に驚いた方もいますが、ご結婚から16年を迎える2023年現在もご夫婦はとても仲が良く、円満なご様子が大地真央さんのインスタから伝わってきます。別居報道もあり、別居されているようですが、お互いのことを思いやって決断されたのとですし、このようなご夫婦の形があっても良いと思われます。大地真央さんのますますの活躍を楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。